ここまで運んでくるの重かったな。弟くんのためとはいえ作りすぎちゃった。いやいや、そんなわけないよ。だって弟くんへの愛を表現しようとしたらこのくらいだってまだ足りないもん。しょうがないよね。今日は弟くんと二人っきりでチョコレートパーティーだよ。弟くんにあーんしてあげたり、お姉ちゃんがあーんされちゃうかもなんてね弟くんがやってくる待ち合わせの時間までもう少し。お店で働いていればあっという間だよねって思ってたけど、今日も全然お客さん来ないな。もしかしてバレンタインだからなおさらクレープを買ってくれないとか。暇だよ。こう暇だと時間もなかなか進んでくれないし、それに何よりも今月の売り上げが達成できなそう。目標なんか全然届きそうにないし、どうしよう。はあ、みんなバレンタインに夢中でクレープなんて見向きもしないって感じだな。お客様ですか？いらっしゃいませ。どのクレープをお買い求めですか？いえ、クレープではなくこれを売ってもらえませんか？え、これってこのチョコレートですか？申し訳ありませんが、こちらは売り物じゃないんです。そんな、そこはなんとかお願いします。そう言われましても。だってこれは全部弟くんのために作ったチョコレートだもん。弟くん以外の人に食べられちゃうなんてダメだよ。でもこのお客さん、チョコレートがなくてすごく困ってそう。私のチョコレートがあれば笑顔になってくれるのかな。それに今日はクレープが売れそうにないし、お金がないとこれからラビリンスの活動も大変になっちゃう。じゃあこの人だけ、一個だけ特別に。わかりました。ではこちらをお客様だけに特別にお売りいたしますね。ありがとうございます。私お菓子作るの下手だし、この可愛いチョコレートがどうしても欲しくてお客様の思いちゃんと伝わるといいですね。応援してますよ。一個だけ、一個だけ、残りは全部弟くんのものだぞ。ここのチョコレート美味しいって聞いたのよ。息子たちにあげたいの。三つちょうだい。これは一体どういうこと？なんでこんなにお客さんが押し寄せてくるの？このチョコレート、お姉さんが作ってるの？めちゃくちゃ美味しいって噂になってるよ。私、友チョコ用に5個ください。本当に美人なお姉さんがいるよ。ねえねえ、自分用に10個欲しいんだけど、袋あるかな？もしかしてこれってさっき売ったチョコレートが話題になっちゃってる？ここってチョコレートのお店だよね？いえ、クレープ屋ですけど。何でもいいや、チョコをください。私、友達と交換する約束だったんだけど、すっかり忘れてたの。あの、これは売り物じゃなくて。私、息子用と自分用にももらおうかしら。ですからここはクレープ屋さんなので、チョコは売り物じゃないんですけど。どうしよう、とても引き下がってくれる雰囲気じゃないし、ここまで来ちゃうと売るしかなさそう。仕方ない。あの、押さないでください。順番にお売りしますので。売り上げは伸びていくけど、弟くんにあげるチョコがどんどんなくなっていっちゃう。
やっとお客さんが減って落ち着いてきた。まさかあんなに押し寄せてくるなんて思わなかったな。お菓子屋さんがバレンタイン商戦に乗るわけが分かったかも。チョコレートもう一箱しかないや。せっかく弟くんに食べてもらうために作ったのにな。あ、またお客さんが来たみたい。申し訳ないけどさすがに断らなくちゃ。いらっしゃいませ。あのチョコはもう売り切れで。って、あれ、弟くん、どうして？まだ待ち合わせまで時間があるのに。ちゃんと弟くんの分は取ってあるからね。はい、これがお姉ちゃんからのチョコレート。予定よりだいぶ減っちゃったけど愛情はたっぷり込めてるよ。ところでどうしてチョコレートを買いに来たの？え？私に渡そうと思って？びっくりさせようと思ったの？お姉ちゃんが売ってたから弟くんがびっくりしたでしょ。でもありがとう。その気持ちだけでお姉ちゃん本当に嬉しいよ。ほら口を開けて、お姉ちゃんが食べさせてあげるから。恥ずかしがらないの。ほらほら、あーん。どう？おいしい？やっぱり弟くんは可愛いな。お姉ちゃん、弟くんとバレンタインを過ごせて幸せだよ。あら、急に食べたからむせちゃった？お水取ってくるからちょっと待っててね。ここにお水を入れたピッチャーがあったはずなんだけど。あ、あったあった。あれ、お水が光ってる。まるで太陽の光が反射したみたいに。じー、あ、弟くんやっと起きた。そろそろ起きる時間だから起こしに来たんだけど、寝顔が可愛いから見入っちゃってたよ。ん？かれこれ1時間くらいかな。実は今日は弟くんにとびっきりのサプライズがあるのです。なんだか気になるでしょう。じゃあ早く着替えて下に降りてきてね。先に待ってるから。おい弟くん、こっちだぞ。やっと降りてきたんだね。お姉ちゃん待ちくたびれちゃったよ。なんて嘘嘘、本当はまだ準備の途中なんだ。もうちょっとだけ待っててくれるかな。ん？そんなにお姉ちゃんのことじっと見ちゃってどうしたの？あれ、エプロン姿のお姉ちゃんを見てドキドキしちゃった？もしかしてお嫁さんだと思った？残念、お姉ちゃんでした。お姉ちゃん今ね、弟くんにお弁当を作ってるんだよ。もう少ししたらできるからいい子にして待ってるんだぞ。ん？でも作ってるのはチョコレートだって？そりゃそうだよ、だって今日はバレンタインだもん。男の子は学校でいくつチョコをもらえたかって競争するんでしょ？だったらお姉ちゃんが弟くんにいっぱいチョコをあげようかなって。学校で弟くんが女の子からチョコレートをもらえなくてもこれだけ持ってたら恥ずかしくないでしょ？正直だね弟くん、やっ
っぱりお姉ちゃんの弟だね。素直な弟くんは可愛いな。うんうん、お姉ちゃんは弟くんの魅力ちゃんと分かってるから大丈夫だぞ。いつまでも大好きな弟くんのままでいてね。あ、そうだ、朝ごはんのチョコレートはもうできてるよ。テーブルに置いておいたから味わって食べてね。それともお姉ちゃんが食べさせてあげようか。ってさすがにそんな時間はないか。食べさせてあげるのはまた今度ね。はい、このチョコレートをどうぞ。うおー、ありがとうございます。母さんの分も合わせると今年は2個ゲットだ。はい、君にもあげるね。どうもです、ありがとうございます。やったー、これで今年はチョコレートゼロは免れたぞ。あと君とそこの君にも、あとはこれで全員に配ったかな。もらってない子もういないよね。あ、おはよう弟くん。僕の教室で何やってるのって顔だね。見てわかるようにいつも弟くんがお世話になっているクラスメートにチョコレートを届けに来たんだよ。お姉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。おかげで今年は自分でチョコを買わなくて済みます。うんうん、喜んでもらえたようで何よりだよ。あ、もちろんみんなにあげたのは義理チョコだよ。一応お姉ちゃんの手作りだけどね。それじゃあ最後に、はい、これ弟くんに本命チョコあげちゃう。朝もらったのにどうしてって。朝あげたのはお昼の分、このチョコレートはおやつの分だよ。夕飯のチョコレートも作りに行くから今日は早く帰ってきてね。あとお昼のチョコの追加も持ってきたんだった。欲しかったらまだまだあるから遠慮なく言ってね。大好きだよ弟くん。はい、お疲れ様。しずるって本当にあんたのこと大好きなのね。あんたあれだけのチョコレート食べてよく虫歯にならなかったわね。珍しくあんたのこと心配しちゃったじゃない。それにしてもしずるって本当に面白い子ね。たまにとんでもない行動をとっちゃうみたいだけど、全てはあんたを家族として大切に思っているからよ。ま、あんたもあの子の行動を受け入れているみたいだし、仲良くやっているならそれでいいわ。もう一歩を踏み出すのはあんたの勇気にかかっているわ。それだけは肝に銘じておきなさい。なんて、今日はこの辺にしておこう。じゃあね。あれ、私寝ちゃってた。今日一日ずっとチョコを作ってたから疲れちゃったのかな。それにしても不思議な夢。私が弟くんの家でチョコレートを作ってて、そしてお腹いっぱいチョコレートを食べてもらったんだった。それって今日私ができなかったことじゃない。え、もしかして弟くんも同じ夢を見てたの？そっか、やっぱり私たち運命でつながっているのかもね。じゃあ夢の中でお姉ちゃんの愛情感じてくれた？ううん、これからはもっとお姉ちゃんが愛情を注いであげるからね。